ですさあ今日もですねビットコインインスタリアムリップルとサメらチャート分析していきますので是非最後まで気軽にお付き合いいただけたらなというところでございますが本日はですね5月23日の木曜日ねえ5月が終わる。 ただいまの時間がですね、いつもよりも少し早めになっておりますが、午前10時に動画の方を撮影しております。今日も京都でですね、皆さんに元気と勇気をお届けしてまいりますよ。パワーということで僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析に役立つ情報を毎日更新しております。チャート分析の内容としましては、水平線、そして移動平均線、チャートパターンとこちらの3つを組み合わせてですね、性能の高いチャート分析、そしてですね、目線を細かく解説して皆さんに分かりやすく毎日ですね、お届けしております。で、僕の動画を見ているとですね、チャート分析、 やり方が徐々に分かってきてき、ね、自分でチャート分析ができるようになるっていうコンセプトのもとですね、動画の方を作成しておりますので、えー、初心者の方でまだチャート分析が自分で,できないよっていう方、もしくはチャート分析苦手やねんなっていう方もですね、えー、チャンネル登録をして、えー、ご視聴いただけると嬉しいなというところでございます。ということで、早速始めていきますが、ちょっといろいろ告知やらないやらお話ししないといけないことがございますので、えー、この場を借りてやっていきたいなというふうに思います。まず一つ目が、今週なんですけど、僕、スケジュール通り日曜日は休みでという話をもしかしたかもしれないんですが、 すいませんあの。土曜日がですね、ちょっとあのー、バーベキュー。<laughs> うん。あの、土曜日がね、うん、バーベキューするんです。はい。あのー、奥さんと、あとはあの奥さんの妹ちゃん家族、夫婦とね、あの、姪っ子ちゃんたちと。なんで、土曜日休みます。その代わり、振り替えでですねあの、日曜日に動画を上げますので、えー、ちょっとそこだけ入れ替わるやと、テレコなってますやということで、ご理解いただけたらなと思います。はい。あとですね、 えー、昨日の、ね、時点で、えー、ポストしたんですが実はですねもう正直1年前からあったんですはいただまあねいろんなところで無料でディスコードあったりするから、まあ、別にわざわざ僕が立ち上げんでもいいんかなと思ってずっと封印してたんですよ眠らしてたんですけど、まあ、一応、まあ、つくせ,せっかく作ったしまあね、あのー、使いたいっていう人がいるんであれば、まあ、僕のディスコードも立ち上げてもいいんかなということで昨日ねあの今固定ポストにしてるんですが えーまあ、ディスコードやりたいいですすかっっててうアンケートを取ってます、まあ、今の時点でもう90%の人が欲しいって言ってて、まあ、135票集まってるんで、まあ、100人以上の人は欲しいって言ってくれてるんですが、まあ、正直100人の人でディスコードやってメリットがあるのがちょっと分かれへんしっていうところもあるんで、まあ、もうちょっとね表をたいなっていうところ残り8時間あるんであのまだえ投票してない方ぜひ投票してください、まあ、この人数以下によってはですね、えー、ディスコードを立ち上げますただここでねあの基本的にはあのお金は一切取りません あお金一取りませんあの完全に無料でやるんですけどそりゃそうなんですよ僕はお金取らないってずっと言,言い続けてきてるんでこんなところでお金取り,取,り取りませんが言ってもねあの入ってくるこうハードルは必要なんですよ誰でもいらっしゃいって言っちゃうと変なやつ入ってくんのよキッショ祥やろそんなやつ入ってきたらファニーちゃんたちのさ楽しくやってる場にさなんかこんな、ね、顔してネットでアらすしか脳の,のないクセルが入ってきたらキッショ重やん <laughs> ねだからまあ一応まあ何かしらのまあ ハードルというか例えばですけど「なバイビット」のリンク僕のリンクから講座解説してますよとかねビットゲットでも何でもいいんだけどまあ何かしらの僕のリンクから講座解説をちゃんとしてくれてる方要は僕のファンであるっていう、まあ、証明ができるような方チャンネル登録してるしフォローも当たり前やしで何かしらの、ね、僕がお勧めしてる取引所のリンク踏んでますよっていう方のみとかにしようかなと思ってます。 そうしないとどうしてもねもうそういうコミュニティが潰れていってるさもう山ほど見てるんですよ変なやつが入ってきて荒らされて結果的になんかみんな楽しんでたのにそいつのせいで終わっちゃったみたいな、うん、結構あるんでまあそれは僕は絶対嫌なんですよねはいなんでまあ基本的にコミュニティはみんなで作っていくものやと思ってるんでただまあこれは自負してるんですけどあの僕のファニーちゃんたちは僕は民度すげえ高えと思ってます はい、心遣いもできるし心配りもできるしね人を尊重することもできる人たちが僕のファニーちゃんにいてくれてると思うんでまあやればやったで結構いいコミュニティが作れるんじゃないかなと思ってるんですけどまあけどねぶっちゃけめんどくさい <laughs> もう仕事もあるしね動画も撮らなあかんしそんなに僕はねあの頻繁にあの出てきはせえへんかもしれんけどあのみんなでねなんかこう、えー、アウトプットし合ってで教え合って。 ね、初心者の人は初心者の部屋みたいなのを作ってそこでちょっとわからんところとか質問し合ってでたまにこう経験者の人がそこに入ってきてくれて教えてあげてとかあそういうねこうワイワイできるような、まあ、そのディスコードのなてうかなチャンネル名みたいなのも勇気チャートチャートのチャート友達の輪みたいな感じにしてるんですよわーっつってね、うん、だから、まあ、チャートみんなでね友達同士でワイワイガヤガヤしながら楽しくできたらいいなと思ってます、はいまあ、ただ うん、どれぐらいでやるかっていうのはちょっと分かんないんですけど、まあ、もうちょっと票が集まって、まあ、どれぐらいが欲しいって言ってくれてるのかっていうのをちょっと見たいのはあるので、はい、ぜひ本院ちゃんで、ね、まだ、えー、投票してない方は、えー、ポストを飛んでください。よろしくお願いします。はいまあ、いいね、リツイートもリポストもしといてくださいね。はい、よろしくお願いします。 で、これは告知ですが、これはもう昨日言ったんですが、えー、ZoomX ね、えー、バイビットの姉妹会社、姉妹取引所ですね、はいあの、バイビットのいた情報を共有しているっていうね、はい、完全に姉妹関係にある、えー、ZoomX なんですけれども、もともとはデリバティブ限定、えー、に特化したですね、デリバティブに特化した。 ねあのー、トレード専門の、えー、取引所やったんですがまあ現物ないと話になれへんなということで、えー、現物取り扱いも始まりましたなので、まあ、基本的には全てできる取引所になったんですが、まあ、そちらの ZoomX がですね、えー、100%のボーナスバックキャンペーンやってくれてます、はい、200ドル以上の入金を行うと200ドル相当の、えー、USDT のボーナスがもらえますよとはい。 で、まあ、これは出金はできません、ボーナスなんでね。ただ、えー、ズーム X、バイビット、ビットゲット、この3、えー、取引所に関していくと、えー、基本的には独自の UI 使ってるので、ボーナスっていうのは、もらったんやけど、先に,先、あのー、先に優先的に、えー、消化してくれます。なんで、自分の200ドルっていうのは、えー、現物の 200USDT、もしくは200ドル以上のな相当の何かは、そのまま置いたままで、この200ドルのボーナスを使ってトレードすることができます。 なんで、まあ、これで ZoomX 自体の、まあ、使いやすさとかを試してもらうもよし、まあ、その200ドルが増えたらそのまま使っていくし、なくなったら出勤して、えー、逃げるし、みたいなやり方もできますので、はい、ぜひこの機会にですね、えー、ZoomX 使ってみてください。あの入金しないとあのボーナスもらわれへんからね、なんか結構ね、こういうボーナスキャンペーンやると,、まあ、しあと、講座解説する人は結構いらっしゃるんですけど、入金するのが大体1割ぐらいなんですよね。そのまま講座解説する一歩踏み出しちゃうんやったら、圧倒的に200ドルのボーナスもらった方が、 優位性が高まるんで、まあ、ちょっと仮想通貨ね出あの送、えー、出勤とか送金するのが若干まあストレスがあるんで、ね、アドレス間違ったらご o するしとか、ね、手数料ちょっと高めやしとかってあるかもしれんけど、まあ、圧倒的に200ドルのボーナスもらってそれでトレードできる方が、まあ、優位性は高いと思います。はい、なのでこの機会にですね、ぜひ使ってみてください。とりあえずですね、えー、動画の概要欄、ね、この一番上。 のこの講座解説っていうところか、えー、固定コメントですね。の、えー、ZoomX の講座解説。ここからまず講座解説してもらって、でそこからキャンペーンのペ参加ページつけてるので、そこの、えー、次 URL クリックしてください。じゃあ、この、えー、キャンペーンページに飛びます、はい。で、このキャンペーンに参加するボタンを必ず押してくださいね。これ押さないとボーナスもらえませんからね。はい、で、その後にこの手順を踏むと。キャンペーン期間中に200ドル以上の入金を行って、LINE の ZoomX 公式アカウント友達追加して、 スメックスの日本公式、えー、TwitterX ですねフォローしてで申し込みフォームを書くとそれだけで200ドルもらえるんで、ね、普通該当アンケート答えてみんなんももらえれへんやろ <laughs> これはちゃんと、えー、申し込みフォームとか書いたらちゃんと200ドルのボーナスもらえますので、はい、ぜひですねこの機会に、えー、参加してみてはいかがでしょうかというところでございましたはいということで、えー、若干長めな、えー、告知というかいろいろその他もろもろしゃべりましたが、えー、早速ですね、えー ビットコインのチャート分析に入っていきたいなと思います。ちょっとね今ね、あのー、こう。 面白い、まあ、チャート分析してる側からしたら面白いトレードするってなるとちょっと面倒くさい、えー、チャートの形になってるので、まあ、その辺りを説明していきたいなと思います冷やしに関していくともう基本的には今は、えー、この状況では変わってませんはい、なんで機能一昨日、い、まあ、2個前の動画が一番かな、はい、あの細かく冷やしレベルの解説はしてるのでそこはしっかりと見ておいてください、えー、今日はですね、4時間足、まあ、短期の目線から、えー、説明していきたいなと思いますで、まず1つ目、まあ、これも機も能、えー、共有済みなんでもう えー、周知の事実だと思いますが、まず一旦ロングさせるポイントには、えー、到達してますね。はい、25EMA4 時間足の 25EMA を成にしたロングを1本打ててます。打ててるかな？<laughs> で、えー、僕の中でここを損切りするか、えー、買い下がるかは皆さんに、ま、お任せしますが、3点共有してたんですが、それも変わりません今日的には。次黄色のゾーン。でこの後青のトレンドラインと直近の高値の水平線。 この裏タッチングロペスのパンパスガイね。この3点のロングっていうのが僕の中では、えー、今のところ優位性が高いんじゃないかなと思ってます。だこれを3点買い下がりでポジション取るのか、まあもうちょっと細分化してこの間でも1本入ってね、まあ5分割するのか、それとも1回割ったら損切り、1回割ったら損切り、入り直し、入り直して最終的なところで本玉しっかりと入れていくのか。まあ、これはもう人それぞれ資金力もあるし、性、え、格、ー、にもよるんですよね。でんーとー、ずっとチャートに貼り付けてるかとか。 ね、今日は例えばチャートにずっと見れてるわっていう人は別にね買い下がってもいいと思うしねけど仕事でちょっとなかなか見れへんねんっていう人はね見れたタイミングでやるかもしくはもう指し根差しとくかしかないので、まあ、あらかじめ3点で指し根差しとくとかで損切りはこの辺に置いといてね、はい、とかっていうやり方になってくるんね、でもうちょっと人それぞれのライフスタイルもあるし資金管理能力もあるしあと性格もあるんで、まあ、この辺はお任せしますが僕の中ではこの3点、えー、見てますよと、えー、短期で見るとねで何がちょっとめんどくさいかっていうと今確かに4時間シルベルだと ね、サポートに入ってきてるしっていうところなんですけど、えー、ちょっと1時間してみるとねまあこれちょっと最近よく出てきたパターンではあるんでまあ皆さんもよいしょ見たらわかるかなと思うんですけどここの動きねここの動き見てほしいんですはい何の動きしてるかっていうと下落しましたよね下落した後上昇チャンネルの形を作ったんですよねはいこれ見た見たことあるよねはいこういうチャートパターンこの前説明せんかった 旗っぽいよねだから上昇フラグっていう名前上昇してきた後に下降チャンネルを作った、えー、パターンでいくとこれを上昇チャンネルって言いますあ上昇フラグと言いますはいで今度は真逆ですよね下落してきた後に下向きの旗に見えますよねはいこれ下降フラグっていいますねはいこれがねここが三角持ち合いになってると下降ペナントって言ったりするんだけどはい、まあ、それはまあ置いといてまあとりあえず今フラグの形作ってますでそれ下抜けてるんですよね一旦ね でしかもきれいに裏が効いてるんですよね抵抗されてるわけですよ、うん、でまあ25円目も上にあるんで1時間足レベルやと基本的には1本ショート持っといていいタイミングではあるんですよね、まあ、ただ利確はさっき言ったロングのポイントで部分利確しながら、えー、下がっていくって感じかなはいでどっかしらで、えー、ロングが今強いと思ってる人やったら本玉のロングを入れてこのッジのショートは部分利確してロットを薄くしながら下がっていく で上がってくれたら、えー、ショートは切ってロング伸ばしていくみたいな形になると思うねんだけどここが今ちょっとめんどくさいねんけど、まあ、チャートパターンを、まあ、チャート分析をする、まあね、こうやって僕が動画でア,、えー、アウトプットするような形で見てるとあこんなんも見えるしこんなんも見えるしって面白いポイントではあるっていうね <laughs> これちょっと難しいと言うけどねはい、まあ、そのところなんですねなので今現状は1時間シリベルと下降フラグ下抜けっていう、えー、パターンが出てるので基本的にはちょっと下目線が強め なんですが、まあ結局、えー、上位足の方が影響力が強いんですよ。なんで月足で強い、週足で強い、え日足で強いのに一時間足が弱いからといって対局まで全部弱くなるっていうことはないんですよね。ここちょっと覚えておいてほしいんだけど、はい。なんで、えー、月足を、えー、日本のユーチューバーで言うとヒカキンとするのであればね、あの一時間足はもうこの僕なんですよ。弱々ピュー。<laughs> 俗に弱小ってやつですね。 はい、だから影響力が全然違うんですよ。ヒカキさんが日垣さんがねチャートノツしてとかねなやったらこうなんか商品紹介したらすごい爆発的に何か売れたりするんやろうけど僕みたいなもんがねこれいいですよって言っても全然売れへんかったりまあそういう影響力のさ、まああのー、客観的に見てな勇気、うん、の,の方が好きやでって言ってくれるのはすごい嬉しい。 言ってへんと思うけどみんな <laughs>。ヒカキンより勇気の方が面白いでって言ってくれるのは嬉しい。しい。言ってへんと思うけど言ってるって欲しいけど <laughs>。けどあの実際の影響力っていうところは圧倒的にヒカキンさんの方が強いやん。これも一緒で僕が例えばねあの100人200人、あのー、上昇していたとしてもですね、えー、基本的には、えー、ヒカキンさんの方が影響力が強いと。 1時間足が今現状下向きなんですが、まあ、基本的に4時間足とか、えー、レベルでは上昇の方が強い今現状なので基本的にあの脳内の、まあ、対比率,比率で考えると、まあ、上が678、ね、下が432みたいな、うん、の,の脳内、えー、比率でいいと思いますよ僕の中ではね。はい、で今現状例えば4時間足で見るとね、まあ、これも仮ですけど。 これはもうお絵かきレベルの話やけどね。これ上、えー、高値切り下げてるよね。ここで、直近の安値で、こういう感じで、チャンネルを引いてみると、まあ、これは上昇フラグの形の、まあ、仮、パターンになるんですが、ここフラッグになる可能性あるよね。ってことは、この加減は、やっぱりロング打ちたいんですよ。このチャンネルの加減と、トレンドラインと水平線交わるここで、はい、3本のや、そろったね。 はい、なんでここは仮チャンネルの加減ではあるもののその他もろもろ刺さってるがゆえにこっからこういう形で抜けてくるんやったら結果的に上昇フラッグでしたねっていう形になるだからここはやっぱ期待値が高いですね、はい、なんでこっから買い下がっていくのは僕はさっきも言ったけどありやと思ってる、まあ、買い下がるかどうかは別にしてね、はい、僕の中ではありやと思ってるで最終の防衛ラインが今のところ67,700とか600ぐらい、はい、このラインが最終的に本玉入れたいなと思ってるポイントなんだよっていうところまで押さえておいてもらえるといいかなと思います なんで、まあ、基本的にチャート分析っていうのはマルチタイムフレームっていっていろんな時間足で、えー、分析していかないとあまり意味をなさないんですけど基本的なあの力相関図みたいなところで考えておくと、えー、上位足、年足、月足、週足と順に影響力が落ちていくと思ってください。だから、えー、月足レベルのことを上位足上位の足っていうし、ねえー、15分足、5分足。えー 1>, 1分足とかね1秒足とかあったりするんだけどまあそれを買い足って呼ぶわけですよ、はい、だからあの鬼滅の刃好きの人やったら分かると思うけど上限の月とやっぱ加減の月全然違うじゃないえじゃじゃ上限の鬼とね加減の鬼は全然違うじゃないですかそれこそそのね下のもっと雑魚の鬼たちは基本的にはもう上下関係が全く違うじゃないですか影響力が全然違うやんねやっぱりそういうところなんですね <laughs>、うん <laughs> どういうところかは分からへんけど、はい。なんで基本的には、えー、そういった形で見ておくといいかなと。ただこれちょっと難しいんですけどあの例えばですよスイングレベルでトレードしていきたいんだと私はね例えば、えー、1ヶ月範囲とか、まあ、スイングって実はねあの数日から数週間って言われてるんで、まあ、月レベル年レベルになるとそれはスイングなのかって言われるはう話になるんですけど、まあ、それを全部まとめてスイングとするのであればスイングレベルでトレードしたいんだって言ってるのに5分足とかを見てもやっぱあんま意味ないんですよね。 うん、突き足レベルの対局を見てるのにあの5分足を見たところで特にあまり影響がないというかあの見てもあまり意味ないような形になるんですよね逆を返すとスキャルピングって言って1日何十回も何百回もトレードするのに突き足をずっと見ててもやっぱあんま意味ないんですよあのー、ざっくりしか見えないんで例えば1本の木が、えー、取,り取りたいのに森をずっとこうやって見て,ても自分が欲しい木どれか分からんやん。ねら 山をずーっと遠くから眺めててもその一本の木なんてほぼ見つからへんよねやっぱり森の中入って一本一本木を見ていかないとねそのえ木は見つけら出せないというかはいなんで、まあ、森を描いたい、えー、と山を描いたんやったら山を見なあかんし木を描いたんやったらやっぱり木を見ないといけないんですよねだそれが結局マルチタイムフレームって言われるまあ要は時間足に、えー、起因するということですねはいだ山描いたい人は月足見なあかんしね、あのー、山の中にある松茸を探したいんやったらやっぱり 秒えー、と分足5分足とか1分足とかを、えー、追求していかないといけないしデイトレードやったら、えー、僕がいつも言ってる1時間足4時間足とかを見てやっていかないといけないしっていうところね、はい、ただサポートとして見ていくのは全然あるよ、うん、まあスイングで5分足見る意味は僕はないと思うけど1個下までね例えばスイングしたいっていう人は月足週足日足でまあ6時間足4時間足この辺まで見といたらいいんちゃうかな でデイトレやったら、えー、週足、日足、4時間足、1時間足、この辺まで見ておいたいかな、まあ、30分足までいっても全然いいけどね。はい、で、スキャルピングのヘッドだったら、まあ、4時間足から、まあ、日足見てもいいけど、日足で大体の対局をつかんどいて、ねでえー、時間足レベル見て、で分足に落とし込んでいって、で5分足とかで、えー、最終的にはけ決断していく、トレードしていくみたいな形になってくるかなと思うので、まあ、このあたりはちょっとね、えー、参考にしていただけると、皆さんのトレードする時きの一、まあ、つの、ねえー、ポイントになるんじゃないかなというふうには思います。 はい、では続きましてが、えー、イーサリアム行きましょうよいしょうんまあイーサリアム今現状完全にね上抜けてで高値で推移してます、はい、っていうところぐらいしか分かりません <laughs> 冷やしレベルで見るとねこれがまあ今要はデイトレで考えてる場合にここを見ちゃうと特に乾燥が出てこないですよね <laughs> 分析できないですよね。何も出てこない。はい、まあ、あ上がったなぐらいしか分からんわけじゃないですか。で、ここからデイトレしたい、スキャルピングしたいっていうのであれば、やっぱりここから落とし込んで、まあ、もうちょっとこう、ね、顕微鏡で見るというか、えー、その中身を、えー、暴いていくというか、いう形になってきます。で、このあと、えー、これ、4時間足見ていきます。そうすると、さっき言ってた、これね、上昇から三角持ち合いの形、まあ、これもちゃんとチャートパターンがありますね。はい 上昇ペナントという形です。はい。まあ、なんで三角持ち合いなのに結局これに関してはどっち抜けていくかわかんないんですけど、まあ、抜けていった方向についていきますせっていう感じでで考えておいてはください。ただまあこの形は上昇しやすいとは言われています。 でこのまま上抜けてくるんであれば直近の高値にちょっと一旦抵抗、ビル形からのさらに上昇を捉えていくとでその場合はまあ、4100付近までの上昇ねはいこの辺までの上昇が見込めるのでまあ、かなりの値幅は取れるんじゃないかなと思いますデートレで考えてもね。はい まあデイトレイで入るけど、結果的にね、スイングっぽくなるかもしれないけどね、数日ぐらいのポジションを持つ可能性はあるけど、4100。で、4100上抜けるんやったら次は、これも前回言ったと思うんですけど、その上っていうところまで見ていけるよというところになります。はい、で、一応、三角持ち合い、割ったとしても、すぐ下にね、25位目あるんで、ここはまあ一応注目はしといてください。なんで、例えばですけど、ここでエントリーして、ロングエントリーして、で、三角持ち合いの加減でエントリーして、 で最終 25m s でエントリーしてで終わったら損切りするみたいなシナリオは1つありかなと思いますはいこの黄色のゾーンもねある程度強いので、はい、この辺りが3点、えー、上げておきたいなっていうポイントでここわるのであれば次は直近の高値の裏タッチ、えー、ですね3360とかこの辺りが注目するポイントになるんでただここからここまでの間 25m から3360までの間はちょっと、えー、幅が広すぎるのでこれを買い下がるってなるとちょっとしんどいかな 難品っぽくなっちゃうから精神的に耐えれない人もいるかもしれないんで基本的には25円目終わったら損切りしてでここで再度入り直すっていう方が精神安定剤になるかなと、はい、精神衛生上や、はい、精神衛生上いいかなというところでございます、はい、なんでこの辺りはちょっと見ながらですね、えー、シナリオ作り、えー、お役立て,ていただけるといいかなと、はい、でこの今この三角持ち合いの中身をまた知りたいわけですよ でもうちょっと細かくエントリーポイントを決めていきたいそれでまた時間を落とすわけですね貝足に落とすそうすると今ざっくり、えー、森からねこのこう木,木がこうし生い茂ってる森に入りかけてるところぐらいまで来ててで1時間死になると、まあ、木を1本ずつこうやって確かめていってるわけですね今ねはいよいしょこれでえー、細かくエントリーポイントを決めていくとよいしょでこれがさっき言ってた三角持ち合いの状況 で高値値ががが切切りり下っっててで、えー、も切り上がって安も上るとただこれに関しては上下両方とも2点ずつなんでまあ言ってもまだ仮かなという感じですね、はい。確定的な三角持ち合い強い三角持ち合いというかねえー、こっからも持ち合っていくんじゃなかろうかっていう感じには、えー、まだなってないんですけどまあ一応その形、えー、になってますよと。よいしょで、えー、今現状のねこのここの動き見てほしいんですけどまあここの時点でちょっと、えー、逆三尊っぽい形が出てるんですよね。 はい、でこの高値の切り下げラインからここを左肩としたとしても結局三角持ち合い、えー、三角持ち合いの中で逆三層を作っていくような形にも見えます。なんでここの逆三層狙いのロングっていうのは一つありだなっていうふうに見えてくるとそしたらどこでエントリーしていくか今圧倒的に強いのが25 m 目を背にするのとこの赤と白の水平線ですねここを背にできそうだと。 じゃあここを背にしたロングを1本仕込んでおけばこの逆三層が決まってくれて三角持ち合いの上限上抜けてくるとそのまま4100ぐらいまでの上に落ちが出てくるロングを持てちゃうことになるということですね。で今言っても、えー、三角持ち合いないどっちに行くか分かれへんよっていう、えー、チャートパターンであるというところを考えるとここでのロングはちょっとリスク高いんだというふうに考えるのであれば、えー、セオリー通り三角持ち合いの上抜けからのエントリーを考えていけばいいということですね。 で、えー、ショートをエン,、えー、エントリーしたいなと、えー、考えてる人であれば考え方を今僕が言った、えー、抜けたらとか言ってるところを背にしたショートっていうのが有効的になってくるわけなんで三角持ち合いの上限を背にしたショート、はい、もしくはこのさっき言ってた三角持ち合いの中央根ぐらいあるこの赤と白の水平線ここ割ってからのショートをブレイクした後もしくは戻ってきたところでショートを打っていってでこの三角持ち合い加減はちょっと注目する、えー、部分理角をするか えー、そのまま勢いよく割るんやったらストップロスを下げておいて反転した時にしっかりとサポ、えー、理覚できるようにしておく。はい、でそれがちょっとリスク高くてリスク高いトレードは私あんまり好きじゃないんですっていうのであれば三角持ち合いを下抜けた後ですねここからの展開を捉えていけばいい。 基本的に最終は3360まで見れるけどさっき言った4時間足の、えー、サポートライン辺りでしっかりと部分利確をして残りロットで最終3360まで持っていけるショートを、えー、入っていくかどうかっていうところに検討していけばいい、はい、っていう感じでございます。 なので、このあたりをですね、えー、参考にしながら、まあ、今現状は1時間して三角持ち合い、それを元にですね、えー、シナリオを組んでいけば、エントリーするポイントっていうのは明確にできると思うし、出口も明確にできる、えー、んじゃないかなと思いますので、このあたりをぜひ参考にしてみてください。はい。じゃあ、続きましてが、最後、リップルちゃんいきましょう。まあ、これはもうほぼ変わってないというかね、見え方的にね。よいしょ。 これももうすでに、えー、説明済みですが、えー、今現状ですね、アセトラの形作ってますよと、冷やしレベルでね、はい、これが上限、0.57ぐらい,、はい。で、高値、えー、安値も切り上げてる状態。で、しかもこの安値のトレンドラインに関しては、えー、切り上げのトレンドラインに関しては、3点効いてるトレンドライン、要は強いトレンドラインですね、ができていますので、はい、このまま、えー、サポートに回るんやったら、基本的に上の余地は0.57までは出てますよという状況です。はい、このまま0.57上抜けるんやったら、僕の中では、えー、かなりの上昇。 が期待ででできるととといいいうう状況になってますすよとはい、いうところですで今現状アセトラで上に抜けやすいでその後の上値余地を考えても、えー、圧倒的に上が有利ってなるのであればやっぱどっかしらでロングは持っておきたいというところですねはいっていうのを目線をまず立てておいて四次監視見ていきましょうまあ一番あのエントリーしたいのはここですねこのトレンドラインの4点目よいしょ ここの次ですね、はい、この辺りは、まあ、この辺かもしれんけどねちょっと横軸がどうなるか分からへんから、まあ、この下限あ辺りを見といてくださいというところですねはいここが最終的にえしっかりとロング打っていきたいポイントここ割るのであれば基本的にはちょっと一旦ですね目線はフラットに戻さざるを得ないここ割ったらねここ割られたら一旦目線はフラットなぜなら三層の形が見えてくるんでねはいこの裏側とか聞かされると右肩になって例えば右肩下がりの三層とかってなってくるかもしれないと いうとところにになななっっててくくくるるるで目線ををフラットに戻さざ得ただ今現状は安値は切り上げてる高値は切り上げてるってことはどっちが強いですか上ですねはいなんで基本的には上目線が強まっているじゃあロングとショートのポジションはどちらが優位性が高いのかっていうのもよくわかるかなはいなんでこの辺りをえ意識しながらですね次のポジションをえ選定していくというところでございます まあ今現状、すぐすぐロング入りたいなっていう感じではあるっちゃあるんやけど、まあ、直近の高値を割ってしまっている。はい。それに伴って25位目も割ってる。200位目も割ってるっていうところではあるんで、もしこっからロング取っていくんやったら、ここの上抜け、ここですね。ここのブレイク狙ったロングは一つありですね。えー、0.53ぐらい。0.、まあ細かく言うと0.5 3ね。 0.53、はい、0.528、このあたりが、えー、上抜けてくるのであれば、ブレイクしたところをロング、で直近のこの三角持ち合いの、えー、高値の切り下げライン、この青のトレンドラインですね、はい、このあたりで利確、えー、検討すると。で、そのまま上抜けてくるやったら0.57見ていく、0.57上抜けるやったら、ストップロスを0.56とか、565とかね、このあたりにストップロス置いといて、でそのまま上、えー、抜けていた,いた分を美味しくごちそうさまと、えー、いうことになってくるかなと思います。 なんでロング打っていくんやったら、えー、この上抜けからの展開捉える1点目で押してくるんやったらこのトレンドラインの4点目を狙った、えー、ロングこの2点ですね、えー、リプルに関してはねはいでショート打ちたいんやったらここまで上げてきた時のここをショート打つかどうかただこのショートに関していくとまだ2点目のトレンドラインなんで まあここはもうちょっとお試しショートぐらいの感覚になるかなと思います。トレンドラインは3点からが、えー、確定という形になりますので、2点のトレンドラインというのはあまり意味をなさない。まあ、一応目線としてね、はい、目安として使えるよぐらいの形になるので、まあ、ここでショート打つ場合は、ちょっと、えー、お試しショートになると。じゃあ、どこで本玉ショート入れたらいいの ?0.57 ですね、はい。これに関してはレジサポ転換してで直近2点の抵抗体、えー。ここは圧倒的に強いですね。はい、なんで、ここでショート打つのが、えー、基本的にはセオリーかなと。 まあ、もしくはこの三角持ちで割れてからのショートの展開を捉えていくこうと,という形になるかなと思います。はい。ということで、えー、今日は以上で終わりたいと思います、えー。本日も最後までご視聴ありがとうございました。えー、っと、冒頭にも、ね、オープニングトークで言いましたが、えー、今週はですね、えー、土曜日が、25の土曜日がお休みと。えー、で、日曜日に、えー、振り返って動画を上げます。はい。で、えー、っと、僕のね、えー、X のッキシのですね、はい。 え固定ポストにしてますが、今現状ですね、えーまあ、ディスコードあるんですが、正体は一人も僕しかいないです、今ね。はい、なんで、えー、ディスコード入りたいよっていう方、えー、ディスコードゆうきさんのコミュニティ内でアウトプットして、えー、ちょっと自分を磨きたいよという方であったりとか、えー、する方は、ぜひですね、えー、皆さん、フルって投票してください。この投票の人数であったりとか、まあ、比率によっては、えー、ディスコードを開放しようかなと思ってます。た、はい、ただ、えー、冒頭にももこれも言いましたが、えー 入ってくるハードルは設けます、はい、誰でも OK にしちゃうともうほんまにきチんとやつ入ってくるからマジ終わっちゃうんでねコミュニティが終わるっていうこと自体が僕は嫌だ,っただから実はや,やらなかったというところもありますまあそれも込みでですね一応ハードルを設けてまあね何かしらチャンネル登録してるフォローしてるねえー、ねだどっかのリンクを踏んでくれてるっていう勇気、まあの絶対ファンだよねっていうのが分かるような人 だけししか入らなないような形にはしますファニーちゃんのみ限定の、えー、コミュニティができたらなと思ってるんで、はいるので、もしよかったら、えー、皆さん投票してください。はい、あとはですね、えー、ZoomX の200ドル入れると200ドル相当のボーナスが手に入るっていう、えー、100%ボーナスバックキャンペーンですね。はい、こちら久しぶりに、えー、開催してくれてますので、えー、ぜひこの機会に ZoomX は使ってみてください、はいえー。動画の概要欄の一番上、もしくは固定コメントの一番上の URL ですね。はい この口座解説って書いてあるところの URL からまず口座解説をしてもらってその後に100%ボーナスキャンペーンの参加ページに飛んでもらって参加ボタンを押すと、はい、これに関しては入金しないと200ドルのボーナスもらわれへんで何回も言うけどね、はい、結構口座解説するだけで終わっちゃう人、はい、もうほんまに何回この100%ボーナスやってくれるか分かんないんでこれから先ね、はい、なんでやっぱり一番最大にお得な時に使い始めるっていうのが、まあ、リスクヘッジにもなるよと,とトレードのね ということで今日は以上で終わりたいと思いますまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ最後までご視聴ありがとうございましたおすすめ動画はこちらチャンネル登録はこちらサブチャンネルのチャンネル登録そして Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたしますパワー